皆さんお元気ですか？久しぶりのインスタ？インスタじゃない、これなんだっけ。久しぶりのショールームだ。ちょっと待ってね。あれ入らないんだけど、これじゃないのか。お久しぶりのショールームです。元気ですか皆さん。こんばんは、元気です。皆さんお元気ですか？ちょっとiPad でログインするのに時間がかかりました。やほみょーん。お久しぶりです。お久しぶりです。はじめましてだった。はじめまして、どうも。すいません、まだちょっと久しぶりのショールーム配信で慣れてないかも。こんばんは、イエーイ。すごい、七瀬のファンの人とか、こちゃまるさん、あー、フォローありがとうございます。嬉しい、みんなフォローありがとう。ぜひフォローしていってください。フォローしててくれたら嬉しいですね。あ、いくみちゃんのチケットじゃなかっただって。何、チケット？じゃあ、お久しぶりです。久しぶりです。あ、こんにちは。はじめまして。私のこと知ってくれてたら嬉しいですけど、知らない人は中野郁美と申します。イエイ。ご活躍はTwitterなどで、Tweety みたい。ツイッターなどで拝見しております。そうなんです、最近は舞台を中心にやらせてもらってて、そう私元 AKB なんですけど昔握手会で怒られました。わら、純潔の JO よかったですって。嬉しい。今日は稽古終わったの？そう、今日は稽古終わりました。今日はあの舞姫っていう、あの今舞台を2つ、6月末と7月頭にやる舞台の稽古をちょっと2つやらせていただいてるんですけど、そう、今日は舞姫ディーバっていう、あの倉科亮さんって分かりますか、漫画の原作書いてる人なんですけど、あの女帝とか、あのゆきりんさんとかあんりんさんが出てた黒服物語とかの漫画を書いてる倉科亮さんの別の、また別のお話、舞姫ディーバっていう漫画があるんですけど、それを元にした舞台を7月頭にやるんですよ。そう今日はそれの稽古でした。横のレーンから怒られてしまって憧れてから通い詰めた派です、だってにゃんにゃんそう、そんな感じです。でもう一つは、もう一つはあのストレートの演技の舞台、もうストレート演技のみの、歌ったり踊ったりしない演技のみの舞台なんですけど、小宮山遥さん、チーム A の、今チーム A か、もともとチーム K で一緒だった小宮山さんと一緒に出るんですよ。そっちもね、ぜひ皆さん見てほしいなと思います。はじめましていくみねー。お久しぶりの人はお久しぶりです。純潔の女王サンドラ、知的で可愛かった。あ、探求のチケットさっき発見してきたよ、だって。発見した、やったー。そう、この前までね、純潔の女王っていう、それこそ
コミさんが主演やってて、あと誰出てたかな、 AKB の子だとドラフト3期生のゆずかちゃん、吉橋ゆずかちゃんとか、あと STU のドラさんのソラハちゃんとか一緒に出てたんですけど、そうサンドラっていうね、祈願しましょう。もうこれで何度目ですか、毎回結婚式を取り仕切る私の気持ちも思うばかってくださいみたいなね役をやってました。舞姫の千秋楽見に行くよだって、 ありがとう。みさどんこんばんは、フォローしたよだってありがとう。よかったらね、舞姫だけじゃなくて探求の方も見に来てくれたら嬉しいな。いやみんな好きだと思う、私さみんな好きだと思うんだよね、探求の私の役みんな好きだと思うんだよな。8舞台のゲネで発見してる音写真可愛かったぜだって死んじゃう、恥ずかしい。ビジュアル届いた、家で見ようと、見ると家で見ると大きいね、だって大きいよね。ゆっぴーさんそうだ、ビジュアルね、変えたんだよね、展示用、すごい天才、マジでありがとう。強い女だって、強い女、7月7日の舞姫見に行くだって嬉しい、ありがとう。舞姫だけじゃなくて探求も見に来てくれたら嬉しいな。とにかく日程が合わない、どうやったら、めっちゃ久しぶりまこさん会いたいな、見てほしいな、見て、まあ生体イベントとかやった、もしやるとしたらやった時に感想とか聞きたいんだよな、みんなの。2年くらい前に出てた舞台何でしたっけ、2年前、2020年ですか、2020年結構で3つぐらいやったかな。1つはあのミュージカルハートブレイクホテル、チケット取ったけどコロナで行けなかった、なんだろう、来てほしいな、つとむさん来てよ、探求隔週でイクミンの舞台か、そうなんですよ、結構詰めというか、舞姫幻のセクシー生写真もらえるんだって、セクシー生写真死ぬんだけど、でも生写真もらえるみたい、もらえると思う、あ、何のアラームだろう、20分だ、もらえると思います、わかんない、ちょっと聞いてみますね。コミちゃんと2回連続で舞台一緒なんだね、だって、そうなの、2回連続で舞台一緒なんですよ、それだ、だってハートブレイクホテルかな、つとむさんがなんとか時間作るんだって、嬉しい、ありがとうね。やめてからもこうやってずっと好きでいてくれる人嬉しいな。探検も舞姫も行けるよ、だって嬉しい、やったー、ありがとう。いやいや、もう配信終わり、だってうるうる、まだもうちょっと続ける、あと20分ぐらい、他の舞台も見たいけど頻繁に東京演出難しい、いやそうだよね、この時期しょうがないよね。こんばんは、だってこんばんは、いくみんだって、あにょんせよ、あにょん、こんばんは、フォローしました、だって、ありがとう、ゆえさんフォロー嬉しい、新しいアカウントだからフォローしてってね、ありがとう。そう、事務所辞めてから初めての配信なので、そうずっとね、実はずっとアカウント作るのがめんどくさくて配信してなかったっていう、私の怠慢です。完全に私の怠慢ゆえの所業でございます。ぜひ皆さん、中野育美をよろしくお願いします。何の話してたっけ。そうだ、いや探求はあのでも喋っていいってオムさんに言われたから、あ、フォローありがとう、こんばんは、ソイルホールさん、ホースさん、舞姫は日程調整中で行きたいとこでございます、だって、来てほしいな、探求は来れないってこと、じゃあこんばんは、だってこんばんは、こいつさん、やむさんもこんばんは、こうちゃんさんもこんばんは。そう、探求の方はオムさん、演出家の方に言っていいって言われたんですけど、
富橋のぞみちゃんってのぞみちゃんっていう女の子なんですけど、ある企業の OL、 まあ受付嬢なんですよ。で、受付嬢なんですよでもめっちゃ皆さん好きだと思うんだよな、のぞみちゃん。こんばんは。おすすめ番組かわいすぎだって。やったー。配信とか全然してなかったもんね、確か。多分 maybe probably こんばんは、中野郁美って言います申し訳ない、もうちょっとやばいと思ってリップとアイラインだけ塗ったけんさ、ちょっと申し訳ない顔で申し訳ない申し訳ない顔で申し訳ないしな。固定ツイートの4枚目の写真可愛すぎて息できない。どんな写真、固定どんな写真だったっけ。フォローありがとう。どんな写真固定してたっけ。土曜日行く予定だって。探求のこと、嬉しい、待ってるね。でもなんかさ、もうめっちゃ俳優の先輩方なんよ皆さん。だけもうね、もうどんどんもう日々やべえっすわ。あ、4枚目か、前髪なしのやつだ。シャットアウトトイレットだ。あ、そう、シャットアウトトイレットの脚本を書いてる方が今回の探求の作演出の方なんですよ。こんばんは中野郁美って言います。イエイイエイ。よかったら寄ってってください。久しぶりのショールーム配信だからテンション爆上がりですね。シャットアウトトイレット見たよだって。あ、嬉しい。同じ演出家さんなんだ。いや、演出家さんは違うのよ。なんかシャットアウトトイレットは本だけ一回なんか再演なんだよね。人がその前回、今回私が出たシャットアウトトイレットは全員女の子でやったんだけど、もともと全員男の人のお話で、そうだから脚本だけオムさんが書いてて、演出家さんはまた私がやったシャットアウトトイレットとは別なんだけど、そう、でもそうオムさんとは、まあ、ある意味2回目って言っていいのか分かんないけど、でもまあ初めましてではない、一瞬顔を合わせたって感じ。シャットアウトトイレット行ってよだって、嬉しい。じゃあ探求も来てくれるってことでいいのかな。いいと思う久しぶりの配信ね、超幸せだって。ああ嬉しい、私も幸せ、みんなと久しぶりに話せて。こんばんは、こんばんは、嬉しいね、みんなと話して。こんばんは。そうそうそう、そういう感じです。だからそう、今回はね、のぞみちゃんっていう、探求の方ではのぞみちゃんっていう役なんだけど、本当に、もうマジで、いや頑張ってるよ毎日。でも楽しい。なんかね、初め稽古場で全然マジですっごい人見知りしちゃって、全然話せなかったの。なんかもう目も合わせられませんみたいな、もうほんと、なんなら昨日までみんなと目合わせられなかったんだけど、正直なこと言うとみんなの目見るのあんま嫌だなっていうか、緊張しちゃうなみたいな、目合ったら目そらしちゃうなって感じだったんだけど、話せるようになりました。だいぶ話せるようになって、仲良しになってきまして、わかんない、勝手に私が気を許し始めてるってだけかもしれないけど、でもやっぱ楽しいですね。できないことができるようになって、できるようになってるかわかんないけど、いやでもなんかできるよう、できないことをできるようになろうって頑張るのが楽しいですね、やっぱり。そう、しかも今回結構圧倒的年下なんですよね私。あ、でもコミさんがいるからまだ緩和されてるというかあれなんですけど、コミさんから一気にガッと年、そう、経験値が上の方々になるので、それもあったんだろうな、初めなんであんな緊張してたかっていうと、そう、皆さん結構ね本当に貫禄があって、一
め合うと素直におしゃべりできないの分かる。いやそうなの。しかも見つめ合わなくても普通におしゃべりできない。なんかこれが目だとして、その皆さん の一緒にやってる方々の目だとして、なんかでもなんか私席が離れてたから、なんか本当に話そうと思わないと話せる距離感じゃなくて、だからせめても挨拶は近くに行って挨拶しようと思ったんです。私なんか結構話し合って、友達なんか前回前々回と一緒だった瀬永美優ちゃんっていう子に、マジでどうしようって言って、マジで人見知ってるわって話をして、そしたら挨拶ちゃんと挨拶しなよって、おはようございますって目の前で言ったらいいじゃんみたいな、ちゃんと挨拶しに行ったら仲良くしてくれるよみたいに言ってくれて、だからそれ決めて挨拶しようって決めて、こうやって近くの方まで行って、皆さんの近くに行っておはようございますって言うんだけど、この見た瞬間、目合った瞬間そらしちゃうの。だからおはようございますみたいな、あおはようございますお願いしますみたいな、もうマジで目合わせられなくて、そうでもだからもうコミさんだけが心の頼りだったの。コミさんとずっと一緒に2人で頑張ろうねって、頑張って話しかけようね、みんな仲良くなりたいねってお話をさせていただいてたんですけど、皆さんと仲良くなれてきましたイエイイエイ。でもまだこの感じは出してないですけど、そうでもなんか普通におしゃべりするぐらいは、あ今日は暑いですねとか、何かわいい、今何かわいいんだけど、あゆっぴーさんかわいい、いっぱいくれてる、ありがとう。かずまささんっていうの、これなんて読むんだろう、くまちゃんいっぱいある、くまのなんか立てる顔だけのやつ、ありがとう。ゆっぴーさんがペンライトっていうの、サイリウム、今はわかんない、ペンライトありがとう、いっぱい嬉しいです、ありがとうございます。イエイイエイ、はじめまーして、なかなかでーすあフォローありがとうございます、なかなかでーす。抜かれてあなただけについていく、今日も増える、戦う、そして食べられる、任天堂イクミン、ピクミンな、それえー、ビク、え、すごい、見て、えー、すごい、キラキラ光る夜空の星よだね、ありがとう。すごい流れ星可愛かった、私の好きなパステルカラーだったわ、カンドゥありがとうカムサカムサ、あフォローありがとうございます、嬉しい、ありがとう。わあ背中痛い、そうですね、かすみぞうさんもペンライトありがとう、かむさみにだーさーへー、なおやさんかわいいだって、ありがとう、かわいい、たくさんありがとうね、中野いくみでーす、ぶいこんばんは、あ、あやかちゃんこんばんは、久しいね、やっぱ配信やるとみんな久しいね、かわいいだって、うん、なんか韓国のぶりっ子のやつ、うん、みたいな見つけた TikTok、 ほんでちょわへよちょわー、こんばんは、中野いくみでーす、ピース丸くなりましたね、外見じゃなくてあ、外見も中身も丸くなりましたいやでも本当にそう、よく言われます、まさかずですよ、だって、あ、合ってた、まさかずさんだ、うん、フォローありがとうございます、そう、外見も中身も丸くなりました、そうなんですよ、よく言われます、
なんかこの前出てた舞台の再演見に行ったら、なんか見た目変わりすぎて誰にも気づかれなかったです。舞姫が卒業公演ぶりにイクミンの舞台見るだって。その前に探求も見に来てよ。見に来てくれんの？なんかちゃん久しぶりに見ただって。だよね。だから配信自体めっちゃ久しぶりなんだけどって感じじゃない？普通に久しぶり、イエイエイ。元気？みんな元気してる？やー、みんなに会いたいね。みんなに会いたいな。イクミンのギャルピースを知らない。ギャオ。中身はエイト卒業前から丸くなってたよ。まあ、確かに高校生ぐらいから。配信以外でもなんかいろんな面で久しぶり。なんで離れてたってこと？いくみから。寂しいこと言うね。 YouTuber ミクぶっ飛んでてよかったぜ。だってミクミクでーすみたいな感じだよね。もう全然覚えてないけど。でもちょっと通ずるものがあるというか、まあ明るいんですよ。明るい、なんかミクミクちゃんと通ずるものがちょっとあるかもしれない。私ストレートだとこの役こんな感じの役バカだなみたいな感じやけど、でも本当にだから YouTuber ミクミク通りすがりの YouTuber 見て面白かったなって思う人はできたら見に来てほしいな。探求って感じ。ありがとう。だってあにゃーよーけんちゃな。できるならば全ての舞台みたい。いやそうだよね、見たいけどね。都合もあるし、いろんな都合があるからね、しょうがないんだけどね。できたら見に来てほしいなって思うんだよね。ツン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 。できればね。そう、でも本当にね、皆さんがそのいくみちゃんが出てるって聞いたらね、見に来ましたって言ってくれると、あ、いくみちゃんって人呼べんだみたいな感じで、いっぱいね出遅れたって。全然そんなことないよ。みやりゅうさんかわいい、ありがとう。そう。だって舞台に行けてないから。ああ、そっか、確かにそういうことだね。ルルオニさん初見です。だって、ありがとうございます。はじめまして、中野いくみと言います。舞台女優やってます。2つの舞台の稽古同時進行、混乱しない？意外と混乱してないっていうのが正直なとこやけど、なんかせやな、まあ皆さんのご協力があっての混乱してなさだから。なおやさん、なおやさん、オープンありがとう。ありがとうね。ごめんね、見逃しちゃって。ありがとう。だるまもありがとう、なおやさん。こっちやったカメラ。いくみんが出中中していく姿を見ていく。そして初主演舞台が、てんてんてん。来るのが楽しみ。尊いだって、ありがとう。こんばんは、こんばんは。どうも、中野いくみです。大女優やってます。はい、こんな感じですけど、21歳です。こんばんは。こんな感じですけど、21歳の中野いくみです。一番尖ってたのは、大女優さん初めましてだって。大女優じゃないです。大丈夫、全然そんな。こんな感じってどんな感じ？こんな感じ。こんな感じのこんなは皆さんが受け取った
たイメージですこんな感じですが21歳です。本当充実感がキラキラ笑顔に現れてるなって。いやでも本当にありがたいことにお仕事させていただいてるので、ワイがハリウッドやったら絶対ホットカンはでかいな。ワイが主語でかない。ワイがハリウッドってすごくね、ワイがコンピューターやったらぐらいでかい気がするんやけど、まあそれは置いといて本当にね、ありがたいことにたくさん舞台やらせていただいてるので。ただねやっぱね、皆さんが見に、そういくみのファン、いくみのこと応援してるよって人が見に来てくれナイトっていうか、見に来て一人でも多くの人が見に来てくれると、そう私も次につながるなって感じなので、よかったら皆さんね見に来て、なんかパンフレットとかいくみの生写真とか買ってくれたら嬉しいな。いくみの生写真買ってみんなに配布してもいいし、布教運動してくれてもいいんだよそう、そんな感じです。そんな感じで、そうやってくれたら嬉しいなって思い、来てくれたら嬉しいなって思います。私はぜひ皆さんにそう思っております。いくみちゃんの舞台ずっと見に来てるのが奇跡のようで嬉しい。だって嬉しい。そして目指すはアベマ恋愛リアリティ出演だな。マジ？私が恋愛リアリティショー出てるの見たい？見たいですか？全部買ったらって嬉しい。しんいちさんありがとう。純潔の女王を見に行かせていただきました。あ、ありがとうございます。もうこれで何度目ですか？毎回結婚式を取り仕切る私の気持ちも思うばかってください。サンドラ役の中の組でした。そう、あーじゃあ純潔の女王を見に来たってことはあれかな、じゃあコミさんが出てるから探求も見に来てください待ってます。ヨウさん、そっか、ソラちゃんのファンの方なんだ。そっか、ソラちゃんは出てないからな。でも見に来てくれたら嬉しいな。純潔のポスター最高でした。そうだ、しんいちさん買ってくれたんだ、ありがとう。ポスター買ってくれてありがとうね。そっか、すぐるもやってください。すぐるどんなんやったっけ、髪型が全然ちゃうからな。お、カイドウすぐるや。そうそうそう、泣く子も黙る何話の目標とは俺のことって誰がヤンキーじゃこんな感じです。ほな何って元ヤンや、元ヤン今は何話最強のマーガレットじゃ細かいこと気にすんな、携帯の格好して。こんな感じ。レイザーマーガレットっていうその 2.5 次元系の舞台でやった役ですね、今のは。はいはい、ということでそろそろ完成編に合うね。だってありがとうございますはい、そろそろね配信終わりにしたいと思うのでランキングを読みたいと思いますよじゃあ13位からいきましょうね。13位、ゆえさんありがとうございます。12位、みやりゅうさんありがとうございます。11位、つとむさんありがとうございます。10位、かすみそうさん、かむさみだ。9位、まこさん、あーありがとう、舞台待ってるね。8位、トワイライトさん、うん、ありがとうございます、嬉しい、また来てください。7位、なおよさん、イエーイ、見に来てね、舞台探求もちょっと待ってるからね、期待してるよ、来てくれるの6位、ブケニャンさんありがとう、また見に来てね。5位、ゆうやさん、はたくさんコメントありがとね。4位、これ待って、なんて読むの、4位の人待って、コーヒーレン、コーヒーレンで合ってるありがとうございます、正しい読み方教えてください、よければ。3位、まさかずさんありがとうございます。2位、ゆっぴー55さん、ゆっぴーさんいつもありがとうね。1位、しんいちさん、わーありがとうございます。しんいちさん、コーヒーレンで合ってた、あーやったー、さすが私
何にでも順応する女、いくみちゃん、さすがいくみちゃん。ということで今日は本当に配信ありがとうございます。卓球はいけませんなってかなち。じゃあ配信あるかな、配信あったら配信見てね、配信なかったらなんかでお願いします。はい、ということで皆さん舞台探求と舞姫お待ちしてます。ぜひ見に来てくださいまたね、また配信しますね、すぐ。またね、みんなこのアカウント宣伝してあげてね、バイバイ。